なんか照明があんまり良くない。こんにちは。こんにちは。やばい、緊張する。あ、ついてる。ん？なんかついてる。日本シリーズ見なくていいの。あ、後で見ます。でも山田哲人さんが打ったのは見ました。うん。ということで質問コーナーを行っていきまーす。そう、今日は質問コーナーの日なので、なんでこんな緊張するんだろう。助けてー。うん、じゃあやっていきます。いっぱいありがとう質問。じゃあいきます。はい、なん、うん、これはやめましょうね。お目目がパッチリ一重なのですが、二重の方が好きですかという質問なんですけど、私は一重も好きですよ。彼氏はいますか。もうね、この質問はもう、ごめん、間違えた、100件ぐらい来てたんですけど、いるわけがありません。彼氏はいないです。高校で使ってる筆箱をソロにしたいので教えてください。高校で使ってる、え、ホームラン打った？もう後で見る。いや、え、質問いきます。はい、高校で使ってるやつは、あの TWICE の、あのラブリーちゃん使ってます。サッカーの大会があるので応援してください。サッカー頑張れ。ミッドフィルダー、ミッドフィルダー、ゴールキーパー、うん、みたいなの知ってる。フォワードとか。小腹空いた時に食べてるものとか知りたい。小腹空いてるときは、何食べるんだろう。なんかセブンに売ってるカットフルーツとか、あとは男梅とか梅干しシートとかですかね。唐揚げくんとか。やばい、緊張する。どうして、どうしよう、どうしよう。どうしたらこの好きを抑えられますか。爆発しそうです。抑えて。僕は、待って、この世で一番好きな場所知りたい。この世で一番好きな場所はマイホーム、家が好きです。デートするならどこ行きますか。まあでも冬なので、冬なので、あそこ行きたいです。あそこ、イルミネーションとか。やっぱ光るものはね、女の子は弱いんですよね。女の子の皆さん、きっと弱いんですよ。またそう、またそう、またそう、またそう。スキー場とかどう。あー、いいですね。あとスケボーとかやりたい。 F ニュース見てきました。もう、あの、もうキャッチフレーズすみません。なんかもう、もうなんかすごいキャッチフレーズだってなっちゃって、もうね、ごめんなさい。なんかイメージが。リク、じゃあ行きまーす。自分の目を、え、ちょっと待って、何の曲聴く？これも多かったな。何の曲聴く？めっちゃ聴くな。洋楽も聴くし、ヒップホップも聴くし、
J-POP も聞くし K-POP も聞くよ。でもラップが好き。めっちゃ意外って言われるんだけど、めっちゃラップ好きなんですよ。次マジの現役、マジです。マジの現役だからマジじゃなくないよ。どうやったら会えますか。ライブに来てくれたら会えます。今日誕生日です、祝って。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ラップ歌って。ラップですか。ぶち上げて帰るのが大前提よ。グッグッグーバー。なんか指ハート古いって言われたんだけど、現役 JK の黒崎さんは知ってますか。指ハート知ってるよ。あのポーズなくなったら普通にやる。でもなんか最近やんないかも。最近これなんかみたいなのやりますね。次、好きな男性の仕草とかありますか。私は笑顔が好きです。男性の皆さんは笑ってください。笑顔が好きです。あと一生懸命な顔、ん、一生懸命頑張ってる人が好きです。ん、仕草なのかそれ。まあ笑顔は笑顔ですね。ヘッドホン何使ってますか。ビーツ使ってます。黒のやつ。いつ僕と結婚しますか。もう指輪持ってきて。韓国ブランド好きですか。あ、結構買うかもしれない。なんかさ、渋谷の109に地下にね韓国ブランドがあるんだけど、よくそこで買ったりします。次、野球で一番かっこいいと思うポジションと理由を教えてください。私はキャッチャー。なんかめっちゃ悩んだんだけど、まあ、結果キャッチャーが好きですね。なぜなら私野球部のマネージャーやってた時にこうなんていうの、ホームベース、なんていうの、難しい。後ろで見るじゃん、アナウンスとかやるから。だからこう全体が見えるんだけど、キャッチャーはさ背中でしか見えないんだけど、なんかその背中がかっこよかったなっていう思い出があります。なんか俺が守るぜみたいなすいません。次、骨格教えてください。これも多かったんだけど調べたことないからわかんないの。だからね、多分予想は、ウェーブかな。ウェーブかな好きなタイプは高身長ですよね。まあ自分より高かったらいいかなみたいな。タカちゃん、次、グラビア撮影ってめっちゃ緊張しませんか。え、めっちゃ緊張しますよ。なんかさ、一番最初はもうマジで恥ずかしくて、なんか水着やん、なんかえみたいな、これで撮るんですかみたいな。延々となんか堂々とできないのね、水着で。そんなドンドンドンみたいな。だから、あ、よろしくお願いしますって言ってあのポージングしてたんですけど、めっちゃ緊張するし、今でも緊張するかな。グラビアはよくね、やめとこう、これはやめとこう次、制服ショット他にもある。はい、あります。現役は今年と来年のちょっとで最後なので、いっぱい楽しませてください。男性にしてほしいカジュアルコーデ知りたいです。男性にしてほしいカジュアルコーデ、私結構カーハートとか着てる人好きですね。パラグラフとかニューエラとか、あとあれ、ステューシーとか、あとなんだろうな、ラージ
ラージとか、あとなんだろうな、でもストリートファッションはめっちゃ好きかも。好き。はい、次。好きな歌手なんですか。歌手、バンドが好きかな。なんかよく聞くのはクリープハイプ、マカロニえんぴつ、サウシードッグ、カナブーン、スーパービーバー、スミカかな、かな、あとミスターフォルテみたいな、聞きます。あとラップも好きなんですよ。ラップはなんかドゥン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 っていうのが好きです。わかるかな。次、髪の毛の巻き方。これもめちゃめちゃ来てた。これは髪の毛の巻き方はウェーブなんですよ。まず外にこうやりまして、くるって、そしたら次うち、そしたら外、次うち、完成になる。前髪はこうやってくるじゃなくて通すだけ。くるってやりすぎると芋感が増しちゃうの。パリピじゃん。いや全然、めっちゃ陰キャなんで、家だけパリピでいさせてください。好きな香水の匂い、私ね、甘いのも好きなのね。柑橘系も好きだし、石鹸系も好きなのね。だからね、何でもいけちゃうんですよ、匂いは多分。でもね、一番清潔感があるのはやっぱ石鹸系かなって思うから、白のサボンとかめっちゃ好きですね。多分白のサボンは無難だから人気なはずです。次、免許取りますか。そう、今車取ってる途中なんだけど、効果測定にちょっと難ありで頑張ってます。そう、自分で運転したいから頑張ります。車運転できるのかっこいいじゃん。明日バスケの試合なので応援してください。頑張れファイト、頑張れ、野球頑張れ。すごい質問が来てるですね。めっちゃ来てる質問、どうしよう、どっち読んだらいい。でもこっちで募集したからちょっとこっちで読むね、ごめんね。勉強と仕事両立できてますか。これはできていません。もう頑張ってるけど大変かな、超大変です。免許もあるからさらに大変かな。試験勉強応援してください。頑張れ試験、君ならできる。テスト頑張れ。明日何にもないので応援してください。何にもないんかい、頑張れ。写真集は、デジタル写真集は出た。美容のモチベ維持の方法を知りたい。なんかさ、もっと可愛くなりたいなって思ったらできます。白崎さんですか、黒崎です。はい、次、高校のうちにしたいこと、しといた方がいいこと、制服ディズニーですね。放課後いっぱい行こう、どっか。ゲームって何してますか。マリカ、スマブラ、モンハン、どうもりぐらいかな。あと龍が如く。地方関西欲しい、ん、地方来てほしい。あ、聞いて、30、ん、間違えた、何日だっけ。大阪行く、大阪、大阪行きます。代打川端、ランナー一塁出たってこと。あ、本当だ。
っと野球見るとね言葉が出てこなくなってしまうのでやめます香水何使ってますか。めっちゃ使ってるんだよな。あの白シャネル、ディオール、あとあれなんか紫のやつとなんだっけ名前忘れちゃったごめん。あとジョーマローンみたいなやつ使ってます。乃木坂の推しは山下さんと斉藤さんと与田さんです。あ、これ読んだね。身長何センチ160です。マイブーム教えてください。五等分の花嫁。好きなスポーツ野球、サッカー、バスケ全部好き。大好き。私もコラボライブしてますか。コラボライブはしてません。どうやったら黒崎ちゃんと付き合えますか。わかりません。日本一告られた女子高生っていうのは本当ですか。めっちゃ来てた。これはですね、あの自分で言っているわけではないのでちょっとそこは分かってほしいなっていう、あの盛りすぎですよもう。はい、そんなこれに関してはちょっと何も言わない。そう、制服姿を見て初めて、あ、制服って可愛いんだと不思議と思った。あ、制服は可愛いですね。ウイーレやってるの。ウイーレやってます。ボコボコにされちゃう。バウンドの MV とか出てほしい。めっちゃ出たい。頑張るね黒崎。そうさせてくださいってやつ。あのメキシコからこんにちは。メキシコアロハ。なんだっけメキシコって。ウイーレはなんか知らない選手、なんかお兄ちゃんに見せたら知らない選手ばっかだったらしいです。とりあえずウイーレは弱いです。はい、ボコボコにされます。いつも勝ったことないです。悔しい。よければ、あ、そう、 DM 返してますかっていう質問が来たんですけど、あの運営さんが見てるのでちょっとさしてください。カラコン知りたい。制服の時はチューズミーのミルクブラン、マロンラテで、なんか普通の時はラルムのミルクブラウンです。今日はラガンですけど、そう、チューズミーめっちゃナチュラルでいいです。マロンラテ。野球好きですか。もうめっちゃ好きよ。超好きよ多分ね。だってもう野球さっきめっちゃうるさかったの。さっきお父さんとお母さんと私で野球見てて、もう山田哲人がもう打って同点のなった瞬間、もうバカ騒ぎです。お洋服いつもどこで買いますか。私はこだわりがなくてですね、可愛い系のお洋服はこだわりがあんまりなくて、可愛いって思ったら買っちゃう。でもストリート系は、あ、でもそうかな、ストリート系も可愛いと思ったら買っちゃうかな。どうやってアイドルになりましたか。オーディションです。すごいいっぱい来てる、ありがとう。黒崎の好きなタイプの男の子、これもめっちゃ多かったですね。男前な人ですね。男前で優しくて、男前ってもうういみたいな男前じゃなくて、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、難しい。わかんない、待って、男前なんて言ったらいいんだろう。まあ程よい男前みたいな。だからなんだろうな、
例えあじゃあ道で歩いてたら、私が車道側、歩道側、車道側合ってる日本語で、こう私が車道側歩いてて、まあ、その人が歩道側歩いてて、でこう危ないって、危ないとは言わないけど、さりげなく車道側来てくれる、かっこいい、まあ、うちの兄ちゃんなんですけど、かっこいい男前、あーめっちゃかっこいい、さりげない、あさりげない、優しい、うんみたいな、何言ってんだろう、そんな感じあとめっちゃ素直な人が好きですね。同い年とは思えないほど憧れています。ありがとうございます。なんかないか、あ休日の過ごし方、寝るか遊ぶかですね。勉強は正直しません。最近超気になってる、嬉しい。うちの兄ちゃんは本当にいい男です。誰か女の子でもらってくれるか、 いないですか。おすすめです。お兄ちゃん最近ハマってることありますか。五等分の花嫁、東京でおすすめのご飯、なんかね、あの渋谷駅にの近くにあるもんじゃめっちゃ美味しいですよ。一度食べてみてください。リフティングの最高記録は7回とか。下手って言わないでね。下手じゃないよ。初心者にしては。こんばんは。よし。七個の由来知りたい。あ、漢字？名前か。なんかナッパの何、なんかこういうやつに子供の子なんですけど、私5月生まれで、なんか産んだ時になんかな、ん？菜の花が綺麗に咲いていたらしくてまあ菜の花のように明るく元気な美しい子に育ってほしいということで七個っていうなったらしいんですけど、まあ松島菜々子に似てほしいからつけられたらしいです。どっちが本当かわからないんですけど、まあ2つ説がありますね肌に関して気をつけてること、マジで保湿大事、本当に男の子も女の子も保湿大事、保湿しないと乾燥してもう パラパラしちゃうからね、保湿大事だよ。お風呂上がったら化粧水してなんかクリーム塗ったらもうもちもちになりますからね北海道でライブする予定はないですけど、いつか行きたいから待っててね。北海道といったら日ハム、好きな子いますか？あ、好きな人ですか？これはアイドルなのでみんなって言いたいところですね。あ、まあ実際にいないですけど。なんか髪型で外跳ねとかしてほしい。任せて、するね。アミスとどこで知り合ったんですか？日向坂46さんのドラマの撮影の時にまあ仲良くなりました。気があって、合法的な飛び立たれたたたたじゃん、遠くの塔に外れたら気にすくらない彼氏に求める絶対条件は何ですか？あ、もし彼氏ができたらですか？なんだろう、私は奢られるのがあんまり好きじゃないので割り勘がいいです。あとは約束は守ってほしいですね。次、アミチとの、あ、これ読んだね。29歳が JK のアイドルを推したら引きますか？
全然引かないよ。超嬉しい。めっちゃ。座右の銘、そうめっちゃこれ言われるんだけど、ないんですよね座右の銘みたいなのが。だからまあ不肖不屈みたいな、うん？なんかそんなのありませんでしたっけ？うん？なかったっけ？覚えたくなっちゃう。ダメ、割り勘です。じゃあ細かいのでもいいから払わせてほしいなら、うんって思っちゃう。最低限払いたいタイプ。食事を女性におごるとき財布を出さない女性どう思いますか？良くないんじゃないですか。こういうことでしょ。今バッグあるんだけど。ごちそうさまでした。あ、ちょっと待って、財布が、あ、財布が、ちょっと待ってね。あ、もう払っちゃったみたいな人でしょ。私も無理です、そんな人は。絶対もう、あ、不当不屈、ありがとうございます。もう面白すぎるもん。絶対あるやんみたいな、絶対あるやんみたいな。なのに、え、ちょっと待って、え、もう払っちゃった、え、ちょっと待ってねみたいな。超面白い。私だったら「ごちそうさまでした」って言ってもその人より先にシュッてもう出しちゃう。次、好きなタイプはさっき言いましたね。もうすごい多い。カラコンも言ったね。どんな曲も言った。1週間休みなさそうですけど実際どんな感じですか？まあ、休みはありますよちゃんと。でも休みなんだけど休みじゃないみたいな感じ。なんかね、なんかしてないと落ち着かないタイプ。まあそうね、なんかしてるかな。ガンバ大阪じゃなくて川崎フロンターレをお願いします。黒崎はフロンタ君が好きです。左利きですか右です。ん？泣いてる。なんで？どうしたの？ドンと暗いですよね。先日ネットニュース見て黒崎さんを知りどんどん惹かれているのですが、今からでも間に合いますか？間に合います。間に合っちゃいますね。運動できる？できるはずなんですけどね。できます。好きなオタクはいますか？あ、これはもうみんな好きなんですよ本当に。みんな最高すぎる。だってそう、まだ会えてない人もいるけどさ、もうね超好きです。派手髪にするのなら何色がいい？金髪。あ、ハイトーンとか。ヤクルトめっちゃ買ってる。あ、本当？あ、なんか千鳥の癖が強いやつになっちゃった。アウトな質問ばっかやん。何してんねん。野球部です、どう思いますか？超いいと思います。オリックス勝った？本当に？速報見ていい？今ごめんよ。あ、すごいテンポ悪い。ちょっと後で見る。待って、すごい、もう読んだやつばっかやな。身長も読んだもんね。160じゃん。前髪の巻き方も言ったじゃん。アイロン通すだけね。スケボーはどのぐらいできるんですか？チクタクみたいな、プッシュチクタク、一瞬オーリーみたいな。
まあ、一番好きな技は、まあ、スケボーに座って坂で滑るが好き。今年受験なので応援してほしい。本当に頑張って、毎日お疲れ。すごい、ウィーラーの魅力はどこですか。いやもう全てなんですけど、まあ具体的に言うなら表情ですね。喜んでる表情が可愛すぎて心が死にます。キュンってなっちゃう。自撮り何で撮ってるんですか。ノーマルも激カワです。自撮りはユーライクかノーマルカメラ、どっちかかな。好きな食べ物はイチゴとお肉。お肉はハラミが好き、イチゴはアマオが好き。ニキビ対策教えてください。本当にね、ニキビは油分のせいでできちゃうじゃん。だから結構あれだね、保湿しすぎてもダメだから気をつけてください。保湿しすぎ注意みたいな。ななこちゃんのストレス発散方法教えて。友達と遊ぶかカラオケ行くか。そうだな、好きなことするかな。とか友達に相談する、もうこれがもう最高だよ。どうやったら会えますか。ライブに来てほしい。古着って買いますか。買います。でも最近ね買えてないから買いたいんですけど、逆におすすめなありますか。制服の上に着るアウターのおすすめありますか。最近めっちゃギャップ流行ってる気がする。ギャップ可愛いもんだって。ギャップか、私はあれヌプシ、ヌプシ好きとか、あとなんだろう、まあでも何でも可愛いんじゃないですか。パーカーとかも。私はギャップが今欲しいです。今日のファッションポイント、え全然部屋着なんだけどごめん、私服だったのさっき、ごめんよ、全然部屋着なの。今日のポイントは、まあ、部屋着なことですね。さっきね部屋着じゃなかったの。アイドルやってなかったら何してたんだろう。野球部のマネージャー3年間やってたかな。頑張って。だってアイドルやるから野球マネやめたのよ。そう、ガチ恋って大丈夫ですか。あもう何でもウェルカムです。何鍋が好きですか。パパの鍋が好き。最近吉井さん会えましたか。会えてないです。ストリート系の服どこで買ってるか気になる。ネットか、可愛いと思ったらその店で